回いきます。2回、はい、3回、4回。中心で、中心。はい、OK です。すごいな、これ。そんなに力入れなくてもね。はい、わかります。どんどんこう抜けていく。緩んでますね。もうどんどん抜けていくんです。力はすごいな。伸ばして、もう一回同じ形で。はい。はい、いいですか？ねじります。ほら、さっきよりわかります。はい。ねじれが、さっきよりねじれる。はい。はい、行きます。そうです。中心ね、中心。はい、OK です。はい、すごくいいです。はい、上手です。はい、もう一回同じで。はい。はい。はい。中心を使ってね、腕だけじゃなくて、中心、そう、中心から、体の中心から戻す感じ。懐かしいけど。あ、これ今効いてます。はい、OK です。はい。はい。はい、それ一回立ってます。今これ肋骨しかやってないですね。いや、ここにすごい作用してますね。はい、これでちょっと腰。ここの上です。はい、あとこれは関係なく腰だとか。はい、全然違う、はい。もう腰すっきりでしょ。すっきりですね。はい、で肩も、あともう腕を逆に使わずに、肋骨だけこう回してもらって、はい、腕がダランダランってなるよね、はい。で、そうすると、いいですか、力抜いててね。はい、こうやってやった時に、パタンと。本当だ。パタンと、パタンと、はい、そんな感じです。まあいいですか、大丈夫。大丈夫です。はい、そしたらちょっと待ってね。はい、とそれで、うつ伏せで、はい。まあ、ここで初めてちょっと腰をね、少し触ります。はい、まあ、このままで、はい、で、こっちの足曲げてもらっていいですか。はい、この足、あ、ちょっと待ってね。はい、して一回足上げちゃって、ね。はい、で、こっち曲げちゃいますよ。はい。うん、で、ね、ちょっと。ですいません、これ足をこっちに押すんで止めてもらっていいですかね、はい、これでちょっと背骨をね、こう少し、もう少し一回緩めて、で、ここで初めてね、腰に行きます、ね、腰に。で、仙腸関節、で、まあ、股関節ですね。ここで初めて、はい、で、下ろしてください。はい、こっちも曲げてもらってね。大丈夫、いいですか、ここ触っちゃって。全然大丈夫。これを押し返してね。そう。はい、OK です。OK をして。で、手をここに入れる方法をしてもらって。そうすると、ここが力いったら抜いてもらっていいですかね。ストンって抜いてもらうと、この深みが出てくるので、はいはいはい、まあ、これで、まあ、ちょっと少し揉んであげてもいいかなと。まあ、腕も揉まない、うちは揉まないけど、手で揉んであげると。はい、エルキでお願いします。はい、ちょっとこれね、これとちょっと、はい、で、ちょっと待ってね、はい、それで、はい、僕やつ頭合わせますんで、はい、すいません、そのままでお願いします。はい、そうですか、足を伸ばしてください。これで今腰どうですか。腰はだいぶいいですね、はい、さっき、ね、伸ばした時に痛いって言ってました、はい、で、残る腰は、どう、一回手を下ろしてもらう。まあ暑い夏がずっと続いたんで、まあ、冷房だとか冷たいものを飲んで、腸がもう、あ、これ硬くなってるな、で、肋骨が動かないと腸もマッサージされないし、で、横隔膜が動かないと腸がマッサージされないんで、どんどん今これ相当硬くなるので、この硬い腸が腰を引っ張っちゃう、まあ、腎臓も引っ張っちゃう、そんな感じで、こっち足曲げてもらっていいですかね。内側にちょっと押してきてもらって、ちょっと相対法できますんで、はいはい、僕のこっちに押してきてもらっていいですか。内に。はい。そうそう。で、ストンと抜いてくださいね。はい、もう一回、こっちに持ってって、はい、少し抵抗をかけてもらって、で、好きな時にストンと抜いてください。そうそう。今、こう抜けるんで、はい、普通も今抜けないんですよ、これね。はい、内側で。まあ、一応、チャクラシートしてるんで、内側に押してきてね。で、ちょっと止めておいてもらって、で、ストーンです。はい、そうです、そうそう、そうですね。で、こうやって抜いて、ここの血流です。昨日だから、上の方の、動脈、静脈も詰まっちゃってるし、下の方の動脈、静脈も詰まっちゃってるんで、こっち持ち上げますよ。力抜いててくださいね。はい、で、そしてね、ちょっとまだこれ硬いんで、ごめん、ちょっと力抜いててね。どっかで柔らかくなる。続けて、よくわかりますね。あ、ここです。ここで柔らかくなる。腸が柔らかくなるんで、はい。いろんなところで。痛みじゃないですけど、確かにちょっと硬みはありますね。ああ、相当硬くですよ、うん、みんなすごい腸が硬くなってて、で、まあ、腎臓も硬くなってるんで、うん、確かにそう思います、はい、で、まあ、ここなんですが、ここが皆さん、うん、すごい張っちゃってる、うん、肋骨と張ってます、ね、特にこの真横ですね、で、腎臓が張ってきちゃうんで、うん、で、腰痛にいっちゃうって形ですね、はい、
はい、じゃあ戻して、はい、足伸ばしてみましょうですか。だけどこれ夜食とかそういうのも影響あるんですかね、夜食とかさ、まあ食べ物ももちろんあるけど、食べ物よりもこの腕のこう巻き込みですよ、巻き込んでここがガチンとなって内臓下げちゃうわ、肋骨動いてマッサージできないわ、横隔膜が動いてマッサージできないわっていうのが、そこに冷たいものを、はい、で、まあ悪い食べ物ももちろん関係するので、一回立ててもらって、左の腰の位置が下がりましたね、はいはい、でこっちは大丈夫、こう持ってても大丈夫、うん、はい、じゃあ持ってってください、はい、そうそう、ちょっと止めててもらって、ストンと力抜いてください。そう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 。はい、もう一回こっち持っていくよ。はい、ぐーっとぐーっと、もうちょっと持っていこうかな。大丈夫？いいそう。はい、持ってっちゃって。そうそうそう。で、ストンです。そう、今こう力抜ける、はい。で、もう一回ぐーっと。で、ストンです。はい。で、そうすると、力が、またこの動脈がね、流れ出すんで、はい、で力上げ、力抜いてもらって仕上げちゃいます。はい、どっかで緩むんで、ちょっとね。これ肝臓もガチガチ硬いですね、ガチガチなんで柔らかくなるところをちょっと見つけてちょっと誘導したい、まあこれ横隔膜が動かないっていうのもすごい関係してると思いますよね。でまあ怪我した方は浮いちゃってるんで、あそうっす、ね、はい、内臓下がっちゃうんで、ね、重力乗せなきゃいけないんだけど乗せられない、プラス磁場が弱くて、ちゃんと足の裏に体重が乗ってこない、そのふわふわしている状態です。そして脳までおかしくさせる。はい、戻して、はい、よいしょ。まあ、一応ここまでちょっと取ってあげて、で、一回起き上がってくださいね。はい、それで一回ちょっとすみません。また腰、うん、大丈夫、ね、立ってる状態では全くないです。はいはい、もうすっきりしてるでしょ。はいはい、で、こうやって動かすと肩もすっきりして、頭もすっきりしてくれると思うんですけど、はい、これでもうちょっとやっちゃう。この上に座ってもらう。はい。この方で。あ、ごめんなさい。こっちです。はい。そうですね。もうちょっと深く。で、今度骨盤を押さえて、昔やったこの腎臓を上げる主義なんだけど、押さえといて、肋骨を回してもらうことで、このつながってる筋肉を緩めてきますので、手を離して。で、左のお尻に体重を乗せますね。で、ここをまず一回ぐーっと持っていっちゃうね。後ろに反らない、反らない。あ、まっすぐ。はいはいはい。これで、はい、これで肋骨回して。そうそう、上に上げて、すぐ後ろ、上に上げて後ろ、上に上げて後ろ、で手の力抜いてください。そう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 。はい、行ってください。そのこっちです。でこっちに行かないようにね。ああ、ここの位置で。はい、でここで、はい、ここでグッと押すと、ここ内臓が上がる。特に腎臓が上がるんで。はい、これで腎臓を上げた状態で肋骨回してお願いします。結局今振ってるだけなんでね、上に上げて。上。あ、そうそうそう。まあちょっと強引にやるとね。はい、OK です。はい、もう一回行きます。はい、これでいい。はい、OK です。はい、また回して。そうそう、腕のダランダランですよ。最終的には腕がね、ダランダランってなると一番。最初は入っちゃうね。はい、こっちです。はい、お願いします。はい、大丈夫ですか？力抜いてね、力抜いて、力抜いてね。そうそう。また横振りだけになっちゃってるんで、上に上げて、上から見ると、そうそう、八の字だね。ああ、わかりました。はい、じゃあもう一回行きましょう。はい、今上手だ。はい。もう一回これで、はい、これでまた八の字です。しっかり八の字。はい、手の力を抜いてね。はい、OK です。これで立ち上がってもらっていいですか。そして今、腎臓上がった状態の肋骨がね、動くっていう形なんで、ここまで突き出して。ああ、はい。もうほぼ、はい。そうですね。もう腰痛のかけらも、そうですね、ここの奥になる。はい。ちょっと動かしてもらってもいいですか。はい。歩いてもらってもいいですか。痛くなりそうな感じも大丈夫、取れてきた。ここの、はい、仙骨っていうか、ここだけがちょっと心配ですね、最後。ここ最後そこだけ、ね、はいはい、まあ、仙骨はね、これ、ここのラインですか。そうですね、はい、こっち側が心配です。そのラインはね、まあ、再発が、ああ、そう、今はいいでしょ。今はだいぶいいですね、はいはいはい、だいぶいって、で、それで、まあ、動き出すといいんで、あと本来はだから、こっちが動くと、ここも動くんですよ、だから、はい、ここで歩いて本当は直すってのがいいんだけど、ただちょっと、足首がちょっと曲がらないんで、できるかな、膝立ち、ちょっと待ってね、これができれば取れちゃうんだけど、膝立ちってこれできます？あ、それは大丈夫です。大丈夫そう、はい、ちょっと一回膝立ち、はいはい、ちょっと膝立ちでお願いできますか、映るかな。